アドルフは、ナッサウ公、後ルクセンブルク大公。ナッサウ公、ビルヘルムの長男。イボ妹に、スウェーデン王オスカル2世の日、ゾフィアがいる。ゾフィアの子オスカルは、王の承認を得ない結婚をしたため、スウェーデン王位継承権を喪失したが、兄のアドルフが、ルクセンブルク貴族の称号として、ビスボリ博を創設し、ゾフィアの息子オスカルに従釈した。 1839年、父の死によりナッサウコウを継承した。1844年1月、ロシア皇帝パーベル一世の伐止、ミハイル大公の娘エリザベータ・ミハイロブナと結婚したが、翌1845年にエリーザベとはジョジを死産して死去した。1851年、アンハルト・デッサウ公ウフリードリヒ・アウグストの娘、アーデル・ハイトと二度目の結婚を行い、 5人の公得だが、うち3人は創生した。1866年に、広島戦争が勃発した際、ナッサウ公国はオーストリア側に着いたが、オーストリアが敗れたために、ナッサウ公国はプロイセン王国に並行され、アドルフは敗位された。ナッサウは、旧ヘッセン選帝公国と共に、プロイセンのヘッセンナッサウ州に再編された。 1844年が1890年に、オランダ王権ルクセンブルク大公ウィレム3世が死去すると、ウィレム3世の娘、ミルヘルミナが、オランダ王位を継承したが、ルクセンブルクは、女子相続の規定がなかった。そのため、ウィレム3世と同じく、オラニエ公ウィレム4世のヤシャ語で、ミルヘルミナの母、エンマのおじにあたり、 オランダ王家である、オラニエ・ナッサウ家と同じくナッサウ家の支流に属する、ナッサウ・バイルブルク家のアドルフが、ルクセンブルク大公に迎えられた。これにより、オランダとの同訓連合は解消され、以後現在までアドルフの子孫が大公位を継承している。1905年に88歳で死去し、長男のギオーム4世が大公位を継承した。ありがとうございます。